穂高温泉は、長野県安曇野市にある温泉。穂高温泉郷とも言う。また、新州、安曇野に存在すること強調し、かつ、岐阜県の新穂高温泉と区別する目的から、安曇野穂高温泉郷、新州安曇野穂高温泉郷とも呼ばれる。国民保養温泉地。安曇野市を流れる中武佐川及び唐津川が作る、扇状地、有明源の扇状部に位置する。 赤松の林の中には旅館などの宿泊施設のほか、温泉付き別荘地、美術館やゴルフ場などの文化、スポーツ施設があり、一大リゾート地を形成している。また、小高古墳群や古刹、松尾寺、有明山の神社、道祖神といった歴史に触れることもできる。温泉水は厨房地石から引沿したものを浴用に、供している。 主な日帰り温泉施設としては2016年開業の、安ずみのしゃくなげの湯があり、隣接して、農産物直売所、ビフ、ホタカや、地元の八面大王伝説にちなんだ足湯、八面大王足湯、がある。つばくろ岳お天章岳厨房温泉有明宗、有明山中部佐川ホタカ温泉しゃくなげの湯ホタカ駅、有明駅安ず大岩家駅温泉を山麓まで引湯する試みは、 明治大正期から始められたが、当時は木製の管を使用しており、雪害によりわずか1から2年で損壊してしまったり、浴槽に届く頃には冷め切ってしまっていたりと、失敗続きであった。戦後を迎えてからも、資金調達の難しさから着工できない状況が続いたが、1970年2月3日、穂高温泉供給株式会社が設立。 断熱性の高い特殊な FW 管の敷設を開始し、2年後の1972年4月1日に完成した。当地は1980年3月27日付で国民保養温泉地に登録されている。ホタカ温泉の温泉水は標高1450メートル、厨房地席にある有明厚生温泉源泉、国民宿舎有明草原泉という2つの源泉から、 パイプライン輸送されている。原泉は自然輸出しており、これを集約し、相当本館1にて1 0トル先の長峰貯湯層に一旦貯留する。原泉から貯湯層まで標高差が7 0 0ルもある、ことから途中6カ所に減圧層を配置している。長峰貯湯層からは、相当本館2で有明地区、D 地区へ、相当本館3で有明地区、 pc 地区へ、そこから、さらに、相当本館4で、西穂高地区へと供給されている。配管の総延長は、相当本館 31km、地区内配油管 54km、合計 85km である。また、貯蔵層が、地区全体で28カ所あり、合計4893立方メートルの湯を一時的に、貯留することができる。 これらは専用の通信線路もしくは IP ネットワークで供給会社の事務所と接続されており、湯の温度や貯湯量、相当量の監視が行われている。個人宅なども含めた供給先の総数は約1500件に上る。相当、廃油用の配管は FW 管に断熱加工を施したものを使用している。FW 管に保温テープを巻き、 発泡スチロール製の保温材を被せ、ビニール製、フィルムアスファルトルーフィング、防食テープの順で巻いて完成である。供給会社では配管の補修、更新を計画的に実施している。選出は温泉分析書の通り、分析に用いた湯は2012年8月22日に長峰貯湯層より採取したもの。近畿症、適応症は、 温泉分析所から引用した。足湯を併設した周遊バス、ビフホタカバス停公共交通機関、JRO 糸線、ホタカ駅からタクシーで10分間。安宮周遊バスや中房温泉行程機バスも利用可能。自家用自動車長野自動車道、安住のインターチェンジから自動車で約20分間。北陸自動車道、糸井川インターチェンジから自動車で、 1> 約1時間40分。中房温泉、中房温泉、有明、穂高温泉との関係と、国民保養温泉地登録について及び、安曇野市有明層、中房温泉号故障問題も参照穂高温泉、供給では、穂高温泉に供給している、温泉水について、中房地席から引頭あるいは、中房渓谷から引頭しているとものと説明している。 中房温泉との区別を明確にして、これらを混同しないよう、顧客に対し注意を呼びかけている。一方、中房温泉側も、中房温泉の商標登録を行い、中房温泉に便乗した広告、宣伝活動は、顧客の混乱を招く原因になるとして、断固とした姿勢を見せている。ありがとうございます。